おはようございます。横山です。今日も一日よろしくお願いします。本日も食べようじゃやっていこうと思います。今回はですね、なんと、3月18日に大型無料アップデートがあったので、そちらの内容をちょっと見ていこうかなと思います。大型アップデート、激アツ5スターカップ編開幕。世界のライバルたちが集結。癖の強いやつばっかりやな。新食べ神追加。新たな食べ神も続々参戦。その他更新内容、追加内容。イベントクエストの内容追加。ローカル対戦、福引きの報酬に新食べ神の食材を追加。福引き券を10枚まとめて使う機能を追加。食材をまとめて売る機能を追加。ボックスの機能、表示の改善。デッキ編成の機能の改善。ローカル対戦の不具合修正、その他不具合などの修正。以上が今回のアップデートの、内容らしいんですけど、僕が一番楽しみにしていたのは、新しいねストーリーが追加されたということなのでね、そちらすごく楽しみに待っていたんで、早速やっていこうと思います。お、ストーリーがなんか変わってる。神馬食べ王者覚醒編。あ、これが以前ね、やっていた最初から入ってる内容だと思います。これが激アツ5スターカップ編。こちらが新しいアップデートの内容ですね。でこちらやっていこうと思います。第1章開幕ルーキーズトーナメント。1章1話新味解禁激うま5スター編。ハングリーイーターとの戦いの後、うちの店、腹ペコ食堂は、ベルゼとハングリーイーターとの死闘の後、デリシャシティにあるうちの店、腹ペコ食堂は、あ、その後どうなってんやろ。ボロボロ。あ、それなんか、最初の方でね、なんかハングリーイーターにめちゃくちゃにされてね、店一切直さんで、ストーリー進んでてんや。そんなことなっててんや。カリー、これどうなってる。リーヌ、お前たちがベルゼと戦っている時にハングリーイーターがやってきて、あいつら店をめちゃくちゃにしやがったんだ。あ、一回直した後にまためちゃくちゃにされてやん。もう踏んだり蹴ったりやん。このままじゃこの店は閉めるしかねえ。これじゃカリーヌも捨て犬、いや廃棄カレーになっちゃう。リーヌ、あ、食材だけに。だったら5スターカップルーキーズトーナメントに出れば解決だ。ニャンフーメン、5スターカップルーキーズトーナメント、それに出たらなんで解決するんだ。教えるか教えないか、どうしようかな。何もったいぶってリーヌ。どうするじゃん。食べる、知りたければ食べ神バトルだ。もう速攻やな。じゃん、どうせ店も暇だしやることないから全然オッケー。軽いな、かっこ悪い勝負の受け方するな。リーヌ、お、初回報酬なんか食べ神もらった。勝ったリーヌ。どうやら腕は衰えてないみたいだな。ふう、オイラが、なんて読むやろあれ。誰がうんこやろう。リーヌ、食べる、これを受け取れ。卵料理のレシピだ。俺のデッキにはこの食べ紙は無用だからな。なんで持ってんねん。え、マジくれるの、やった。よし早速できた。やらしてくれへんねや。ちょっとやりたかったな卵料理。おむひなぽん、僕、オムヒナポンだポン。まだまだ見習い、半熟ヒナポンだポン。カリーヌの後輩ができたリーヌ。オムヒナポン、よろしくリーヌ。握手はお断りだポン。手にカレーの匂いが映るポン。な、こいつなんて失礼なやつリーヌ。さあ、勝ったんだから教えてくれよ。5スターなんたらに出たら、なんでうちの店が助かるんだ。実はな、優勝すればあの5スタータワーに店が出せるんだよ。お、すげえ。マジで？食べる、じゃん、来て来て。え、レモネ？五つ星アギト。我が名はうまかりし者の愚道者、五つ星アギト。五つ星アギト、5スタータワーのオーナー、トーナメントの主催者だよ。5スタータワー、食べ王者トーナメントの開催を宣言する。次世代を担う若手食べ王者の頂点は誰なのか、私は知りたい。大脳から唾液が溢れんばかりに。すごいな。そして五つ星アギトね、たまに呼んでくれるんやけど、基本的には読まへんからな。全部呼んでくれたら助かんのに。そしてそのものの料理を全身を味覚にして食らいたいのだ。全裸でな。全裸でな。
ね、優勝したら本当に5スタータワーに店が出せるのか。だからそうだって言ってるだろ親父。なんだ息子名前で呼んだれよ。俺がこの店を5スタータワーに出してやる。5スターカップルーキーズトーナメントで優勝してな。さあ誰が目覚めさせてくれるかな、神馬なあの伝説の食べ神よ。でかっ。1章2話予選開始、屋台で星をかき集めろ。私は腕試しだけど、ジャンはなんでトーナメントに出るの。悪魔のレシピを知る者が出場しているという情報を得たんだ。悪魔のレシピって確か、ああ俺の使命、それは悪魔のレシピを探し出し、それを作った者を倒すこと。母さんは悪魔のレシピに敗れ行方知れずになった。母さんの仇はこの俺が打つ。ってことは二人は5スタータワーに店を出すのには興味ないリーヌ。レモネの店はもう5スタータワーに支店があるよ。すごいな、ジャンの古来もんもだぞ。なんて恵まれた奴らなんだ。ようこそ血気盛んなルーキー食べ王者たちを。5スターカップルーキーズトーナメント。屋台で書き込め、デリシャスター争奪戦。屋台で自慢の料理を客に振る舞い、神馬と認められた時にもらえるデリシャスターの数を競ってもらう。上位24名が一次予選突破となるぞ。よし、カリーヌ、オムヒナポン、俺たちはオムライスとカレーの屋台で勝負だ。オムヒナポン、ここは協力して頑張るリーヌ。ほら、握手リーヌ。カレー臭くなるから嫌だポン。固くないな。カリこいつムカつくリーヌ。それでは第一次予選開食だ。よし早速お客さんを集めるか。大変リーヌ、うちの屋台の前でドリアンを食べてるやつがいるリーヌ。ドリアン好きかわ。ドリアン大好き。レッツドリアンパーティー。すごい名前やな。何この匂い。ドリアン臭いって言いますからね。ドリアンはフルーツの女王と言われ、美味しくてこの強烈な匂いがたまらないドリー。無理やり助けてポン、匂いが移るポン。こいつ匂いに敏感やな。こんなの店の前で食べられたらお客さんが来ないぞ。営業妨害だリーヌ。じゃあ僕と食べ神バトルするドリー。勝ったらこの店の前で食べるのはやめてあげるドリー。一方的すぎるやろ。よしフルーツの女王に負けない、キングな一皿をお見舞いしてやるぜ。食べるもね、受け入れるのがすごいやつですよね。このカレーの方が100倍うまいドリー。もう満足。食べる、お客さんが来たポン。よし、こっからガンガンデリシャスターを集めまくるぜ。へぇ、あれがハングリーイーターのボスを倒した食べ王者か。ふふふ、全くもって興味深いね。一章3話奇跡の一食食らわせろ。ついに始まった。 DJ メテオ、髪の色奇抜すぎるやろ。ただいまトップを走るのは若き中華の食べ王者ジャン・ラウ。お客さんからもらうデリシャスターをすでに103個獲得だ。続いて2位は95個のレモネ・リモーナ。そんな名前やったやレモネって。90個で九条翔介、九条ネギ的な。アレン・ダニエレ、さらにガラム・マサラ、シン・カホー、ホップル・ホップ、シャリスケ、シャリスケ、寿司職人これ、寿司屋の店員やん。シャリスケも侮れない位置だ。なんか、前のキャラすごい濃かったけども、シャリスケが全部持っていったわ、今の。胃袋のマグマが湧き立っているわ。ははは。お、いい表現やな。胃袋のマグマ。食べるは予選通過ラインの24位ギリギリってとこリーヌ。ちょっとお客さん、他のお客さんが怖がって寄りつかないからやめてくれない？遅れよう、かけて遅れよう。このオムライスにかけておくれよ。クレーマークレコ。何言ってリーヌ。オムライスに何をかけるポン。ケチャップやろ。そうかカリーヌ、カレーだよ。オムライスにカレーをかけてくれって言ってるんじゃない。あ、まあ美味しいやろな、それも。はあ、なんでそんなことしなきゃいけないリーヌ。カレーの匂いがつくのはお断りだポン。な、カレーの匂いのどこが悪いリーヌ。オムライスには合わないポン。なんか合うとか言ったら俺が恥ずかしいな。かけてくれないなら食べ神バトルだよ。無理やりやな。カリーヌ、オムヒナポン、お前たち仲悪そうだったのに意外と息合ったじゃん。そんなことないリーヌ。たまたまだポン。もうそういうのいいから、ほら仲直りの握手。食べるが言うなら仕方ないポン。ほらもう分かったリーヌ。
おお、すげえ、フュージョンした。オムカリーヌ、バクタンリーヌだ、ポンダリーヌ、もうめんどいな。なにこれ、混ざってる。美味しそう。これちょっといただきます。ケチャップの優しい甘さとスパイシーで香ばしいカレーソースがマッチして美味しすぎる。腹ペコ食堂特製オムカリーヌ、偶然できちゃったけど、まさに奇跡の一食だぜ。食べ神は料理人の思いに呼応し、稀に合わさり新たな旨味を生み出すという。ここで奇跡を起こすとは、スコビルやるな食べる。おっと、ここで行列を急激に伸ばす屋台が来ました。武者の食べる。情報によりますと、なんとここへ来てオムカリーヌという新メニューを投入し、一気に人気に火がついたようです。1章4話、焼いた肉 VS 焼いた米。さあさあ、レモネのハンバーガーは美味しいよ、チャンクック。そんな、焼いた肉なんかダメちゃんちゃん。焼いた米しか勝たん勝たん。あなた誰？俺はチャーハンの食べ神、チャンクック。お前、レモネのハンバーガーをバカにしたのか？バカになんかしてないな。え、バカになんかしてないない。コケにしただけちゃんちゃん。チャンクックが失礼いたしました。私は料理人のルーキー僧侶、焼き飯と申します。そのままやん。チャンクック、やるなら口喧嘩ではなく正面からの食べおじゃバトルでしよう。ここで2位の彼女を叩きのめし、私たちの屋台にお客を引き込むんですよ。私たちに喧嘩を売ったこと後悔させてあげるわ。やった、どうだ、レモネのハンバーガーは世界一なんだよ。サンキューバグちゃん。さてと、屋台の仕事に戻ろっか。おお、すげえ愉快なやつやな。キツネとタヌキのバカし合い、そばもうどんもどっちゃでよいよい。読んでくれた。そう、歌に乗せてね、セリフ読んでくれるってなかなか画期的ですね。あの屋台だわ、歌でお客さんが引き寄せられてる。おや、まあこれはこれは、現在2位のレモネハンやないですか。これ九条亭なんちゃらやつやな。あなたはよろしゅう。九条か、九条翔介言います、よろしゅう。わざとらしいな。レモネハンの屋台、ほんまええ匂いさせてますわ。でもうちの屋台もなかなかですよ。ここはなかなかでっしゃろとかじゃないんか。ほら、おたくらが遊んでいる隙にしっかり星の方を稼がせてもろてます。え、レモネ、電光掲示板見て、九条翔介ってやつとレモネがいつの間にか並ばれてる。アンさん、あんまり余裕ぶちかましてるとばっくり頭から食われますぜ。オッケー、勝負はまだまだこれからだ。一章5話、ちゃんとにゃん風麺の極太平打ちな絆。さあ、未だトップを独走する孤高の中華食べ王者ジャン。しかしジャンの屋台は今開店休業状態だ。一体どうしたんだジャン。待たせてごめん、貴重な時間をロスしちまった。気にするな、俺がお前に情報収集を頼んだんだ。それでどうだった？ジャンの母ちゃんを破った悪魔のレシピ、知ってそうな奴が一人いたよ。誰だ？イカの塩辛。イカの塩辛、食べ神に情報収集させて屋台はお休みか。しょっぺーな、にゃん風麺。食べ神ってのはよ、食べ王者のパシリか。黙れ、オイラはジャンのためだったら何だってやるんだ。俺もにゃん風麺のためなら命すら惜しまん。やばいな、オイラたちの絆は極太平打ち麺よりも歯ごたえ抜群なんだ。伸びた焼きそばにゃわかんないだろうけどな。まあ俺にゃん風麺使ったことないけどな。ソルティ焼き、こいつら塩漬けにしちまおうぜ。前置きはいいからさっさとかかってこい。上等だこら。くっそ、覚えときやがれ。典型的な負けキャラのセリフだな。鋭いツッコミやな。それでニャンフーメン、悪魔のレシピのことを知ってるのは一体誰なんだ。そうだった、やつの名前はメビウス・リッチェ。悪そうなやつやな、メビウス・リッチェ。どうやらメビウスってやつは変わったレシピを探し回っていて、悪魔のレシピのことも語っていたらしいんだ。そいつには話を聞いてみないとな。多分このまま行けばやつも順当に予選を突破しそうな感じだ。おそらく本戦に出てくるはずだよ。であればまずは俺たちも予選突破だ。ニャンフーメン頼りにしてるぜ。まあ、ニャンフーメン使ってないけどな。ああ任せとけ。一章6話、メビウスリッチ現る。一次予選のここまでの状況を確認いたしましょう。現在第1位は依然若き中華の食べ王者ジャンラウ。そして2位にはダークホース辛味の野生児新加宝が、3位はバーガークイーンレモネ、
4位には京都のはんなり食べようじゃ九条翔介、5位は昆虫スイーツマエストロ。そんなピンポイントのあんの？昆虫スイーツマエストロアレンダレニエ。6位にはシャリスケ、7位はスパイスの帝王ガラムマサラ、8位にはギャルスイーツクイーンのホップルポップ、9位がステーキバトラージョニーローグ。さっきこんなんおったっけ、9位のやつ。情報量が多いわ。そして10位には武者の食べるがランクイン、クレイジーレシピマニアメビウスリッチェも上がってきたぞ。カリ、何かブツブツ言ってるお客さんがいるリーヌ。カレーとオムライス、水と油のようなのに見事に融合している。全くもって興味深いね。君たちひょっとして珍しいレシピ持ってない？伝説のレシピとか禁断のレシピとか悪魔のレシピとか。悪魔のレシピってお前何者リーヌ？あはは、申し遅れました。僕はメビウス。屋台は難しいね。僕は客商売よりも研究専門なんだ。君は武者の食べるくんでしょ？ハングリーイーターを倒した武者の食べる。もう知られてる。え、俺を知ってるのか？食べようじゃ業界じゃ有名さ。興味深い。全くもって興味深いね。食べる。こいつなんかやばいリーヌ。カリーヌ、来るぞ。弱いな。最近の中で一番弱かったぞ。やっぱり興味深いね。もっと実験して知りたいな。でもこれ以上やると君、壊れちゃうかも。でもそうなるかどうかも全くもって興味深いね。食べる。体が動かないリーヌ。金縛りか。僕も。お前何をした？もう直接出てきた。え？五つ星アギトリーヌ、なんでここにいるんだリーヌ。ルーキー諸君、君たちの若さからこれまでにない神馬な味がグツグツと湧き出しているのを生で見たくてね。邪魔が入ったね、食べる君。邪魔って言われてる。また戦おう。次はとっておきの料理をプレゼントしてあげるよ。あは、こんなところにいた。アギトさん、これから新ルールの発表ですよ。新ルールって何リーヌ？予選も終盤だ。一発逆転の特別ルールを設けさせていただいた。楽しみにしていてくれたまえ。え、一発逆転？一章7話、一発逆転、仁義なき分取り。これより特別ルールを追加する。その名もスター分取りバトルルール。ここまで貯めてきた星をかけて、食べおじゃ同士でバトルをし、勝った者が全てを分取れるという一発逆転のルールだ。一発逆転っていうか、めちゃくちゃなルールやん、それ。さあ、さらにジューシーで神うまなバトルを期待しているぞ。とんでもないルールだ、リーヌ。心配ご無用。食べる殿とバトルできるのは選ばれし者のみ。うわぁ、食べ王者たちがやられてるポン。あやつらは食べる殿とバトルするに値しない味なき者たち。あいつが全員倒したリーヌ。この人めっちゃ強いぞ。シャリスケ。私は寿司流の大将の息子、シャリスケ。ハングリーイーターとの見事な戦いぶり、聞いております。食べる。これはスター分取りバトルルールでジャンたちに追いつくチャンスリーヌ。でも負けたら星が全部なくなっちゃうポン。大丈夫。俺にはカリーヌとオムヒナポンがいる。シャリスケ、俺と食べ神バトルだ。シャリスケも弱いな。やった、勝った。食べる、すごいポン。ギリギリだったけど、カリーヌとオムヒナポンのおかげだよ。いや、余裕やったぞ。全然ギリギリちゃうわ。く、見事なり。しかしまだ予選は終わっておらぬ。さらに強くなり、貴殿の前に。おっと、ここで武者の食べるが大きく順位を上げた。新ルールにより一次予選は大混戦のごったに状態だ。一章8話、新たなる食べ王者の台頭。さあ、一次予選終了まで残り時間はわずか。おそらくバトルもあと一戦が限界でしょう。果たして上位24名に残れるのは誰だ。ここまで2位をキープしてるよ。このままいけば予選突破だね。うん、ジャンも食べるも順調みたいね。君がレモネ。進化法。え、でかっ。王朝黒煙。ほう、さすが。なかなかに強い食べ神だな。俺は進化法。いきなりだけどさ、俺と勝負してくんない？いいの？実はスター分取りバトルルールが始まってから私とバトルしてくれる人がいなくてさ、君となら楽しいバトルができそう。うん、俺もそんな気がする。レディーファイヤー。もうそんな感じか。ごめんレモネ。ああ強いんやこいつ。嘘、私のバウちゃんが負けた。レモネ、やっぱ君強いね。すんごく楽しかったよ。あの子何者なの？さあ、なんとついにあの男が1位のジャンに並んだ。食べるか。ジャン、本当にやるのか？ああ、この男は俺にゆっくりと迫り、ついに並んだ。食べ王者としてどちらが強いのか知りたくなるのは必然だろ。ああ全然ちゃう。アレン、ジャンさん、僕とのバトル受けてくれるんですね。ありがとうございます。おるな、こういう紳士キャラ。アレン様、
アレン様の方がエレガントだし100倍美味しい。みんなもありがとう。キャーすごい、なんかジャンが捨て駒扱いされてんな。みんな笑顔で気絶してる。アレン・ダレニエ、昆虫を使ったデザートを出すパティシエだそうだな。虫、僕はみんなに美味しく昆虫を食べてもらって新たな世界を見せてあげたい。昆虫食的な、そんな料理を作り続けたいと思っているんです。毎日昆虫スイーツ食べたい。みんなありがとう。キャー、また気絶した。それではやりましょうか。ああ、俺も久しぶりに全力で戦いたいと思える相手に出会えた。行くぞ。レディー、またそんな感じか。これ負けるくだりちゃん、やはりこの男ただものじゃなかったか。ありがとうございます。これで僕は目標にまた一つ近づけた。1章9話、予選突破を狙え、ファイト一色。ジャンが50位、レモネが60位ってどういうことリーヌ。ひょっとしてスター分取りバトルルールで負けて星をズギャーンと奪われたんじゃないかポン。勝負とはどんな味になるかわからぬ一皿。勝利の甘味となるか敗北の苦味となるか、全ては食の神のおぼし飯を食べる殿。貴殿が食の神に愛されているのか。出たシャリスケ、確かめに参った。食べる、このままでも予選突破の24人には入れるリンヌだよな。でもさ、俺の料理を食らいたいってやつが目の前にいるんだ。人を黙らせなきゃ食べ王者じゃねえだろ。ふう、やっぱりこいつはバカリーヌ、最高の料理バカリーヌ。シャリスケ、お前の勝負受けて立つぜ。素晴らしき料理魂、私も全力で参ろう。勝ったリーヌ、やったポン。見事なり武者の食べるとその食べ神たちよ。よし、一次予選突破だ。食べる、やったな。ああ、私たちは負けちゃったよ。ジャン、レモネ、お前らが負けるなんて、俺たちにはどこか油断があったのかもしれない。そうね、正直、食べるとジャン以外に負けるとか思ってなかったし、このトーナメント、まだまだすごい奴がいそうだよ。ああ、そうみたいだな。っていうか、お前ら、ファイブスタータワーに店があるからって油断しすぎだリーヌ。うるさい、レモネが負けたんだから食べるも負けるよ。なんてことよね。何言ってリーヌ、優勝は食べるだリーヌ。な、食べる、当たり前だ。絶対に優勝してファイブスタータワーに店を出してやる。一章なかなか長かったですね。一章9話まで、終わりました。次回またね、2章からやっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。